デイビッド・ハウエル・ペトレイアスはアメリカ陸軍の軍人。階級は退役アメリカ陸軍大将。退役後にアメリカ中央情報局長官を務めた。南カリフォルニア大学教授。1952年11月7日にニューヨーク州南部の小さな村であるコーンウォールでオランダ系アメリカ人の家庭に誕生する。父のシクストゥス・ペトレアスはオランダ移民一世で。 元は、オランダ本国で商船の船長をしていたが、第二次世界大戦の勃発後間もなく、アメリカに移民した。移住後は、ニューヨークの船員向け協会で出会った、アメリカ人のミリアム・ハウエルと結婚し家庭を持つと、共に、戦時中は、リバティ船の船長として、軍事輸送任務に従事、戦後は、ニューヨーク州の電力会社に勤めた。一方、母のミリアムは、 ブルックリン出身のアメリカ人でオベリン大学を卒業し、司書として働いていた。1974年にデビットはアメリカ陸軍士官学校を卒業し、1983年にアメリカ陸軍式幕僚大学を最も優秀な成績で修了。1987年にプリンストン大学ウッドロー・ウィルソン公共政策国際関係大学院にて PH、PH D 取得。博士論文の表題は、The American Military and the Lessons of Vietnam, A Study of Military Influence and the Use of Horse in the Post, Vietnam Vera。2003年3月にアメリカがイラクへ侵攻したことに始まる、イラク戦争ではアメリカ軍第101空挺士団の司令官として前線指揮をとり、バグダード陥落に大きく貢献する。 大規模な戦闘が終結した後は、モウスルで治安維持にあたる。同年11月に武装勢力に殺害された奥勝彦とは、生前に交流があった。2007年1月に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、同戦争の戦闘長期化により、イラクに対する5個戦闘手団、2万人規模の兵力増強と、アメリカ中央軍、イラク中流アメリカ軍の新人事の着手に踏み切る。 アメリカ中央軍のジョンアビゼード司令官とイラク中流アメリカ軍のジョージ・ケイシー・ジュニア司令官を事実上更鉄。後任にはウィリアム・ファロン海軍大将とペトレイアスがそれぞれ就任した。ただし、ケイシーはアメリカ陸軍参謀総長に昇進した。当初は効果が疑問視されていたが2007年8月を境に増派は次第に走行し、2008年5月には アメリカ軍兵士の戦死者は開戦以来最低の19人に止まった。ペトレアスは2007年9月と2008年4月にそれぞれ2回証言を行い2008年夏までに増強したご個師団を撤退できる見通しを発表した。ペトレアスは2008年7月に同子団を撤退させて兵力を増派前の14万人規模に削減した。ペトレアスは イラク治安回復の功績が評価され、イラン攻撃に強く反対し、特にディック・チェーニー副大統領と対立し辞任したファロン中央軍司令官の後任に指名される。同月10日に、アメリカ上院は95対2でペトレイアスの指名を承認し、アメリカ中央軍司令官は中東全域並びに東アフリカ、中央、アジアなどを統括する要職である。 ただし2008年にアフリカ北東部はエジプトを除き新規に設置されたアフリカ軍に管轄が移動した。2010年6月15日には上院軍事委員会にて証言を行った際、実際ボケと脱水症状が重なり机に倒れ込むという騒動を起こしている。2010年6月23日にバラク・オバマ大統領は雑誌ローリングストーンの市場で ジョー・バイデン副大統領らオバマ政権交換を批判、侮辱したことで事実上解任されたスタンリー・マクリスタル将軍の公認として、ペトレアスを指名すると発表。6月30日に議会の承認を受け、7月4日付で国際治安支援部隊司令官兼アフガニスタン、中流アメリカ軍司令官に正式に就任した。なお、アメリカ中央軍司令官の職については、 当時副司令官であったジョン・ワール・アレン海兵隊中将が臨時代理を務めた後、7月21日付でジェームズ・マティス海兵隊大将が指名され、アメリカが衆国上院軍事委員会による承認の上で就任している。ロバート・ゲイツ国防長官が2011年6月末で退任することが決定したのに合わせ、オバマ大統領は公認として、 レオンパネッタ中央情報局長官を指名し、ペトレエアスは、そのパネッタ国防長官の公認として2011年4月にアメリカ中央情報局長官に指名された。CIA 長官指名にあたっては、退役史文民として長官職に就くことが公表され、37年にわたる軍歴に終止符が打たれることとなった。同年6月23日には、 CIA 長官就任に必要となる上院の承認を得るため上院情報特別委員会の公聴会に出席して、証言、1週間後の6月30日に上院本会議で行われた採決の結果、94対0の全会一致で承認された。軍務については、最後の任務であるイサフ、総司令官権アフガン中流米軍司令官の職を、 同年7月18日付で正式に退任し、アメリカ中央軍司令官時代の部下であり、大将に承認の上公認に捕食された、ジョン・ワール・アレン海兵隊大将に引き継いだ。その後8月31日に、バージニア州にあるマイヤー・ヘンダーソン・ホール基地において、ウィリアム・リン国防副長官とマイケル・マレン、統合参謀本部議長の列席のもと、退役式典が取り行われ、 正式に陸軍を退役した。CIA 長官には9月6日付で正式に就任した。軍時代の高い評価と民主党政権下における軍主身の閣僚として将来は大統領候補になりうると目されていた。2012年アメリカ合衆国大統領選挙直後の2012年11月9日に既婚の自身が既婚者の女性と不倫していたことを理由として アメリカ中央情報局長官を辞職した。関係した相手は、陸軍予備役少佐のポーラ・ブロードウェルで、ペトレイアスの電気、オールイン、ザ・エデュケーション・オブ・ゼネラル・デビッド・パトレイアスの執筆者であった。不倫が表沙汰になったのは、ブロードウェルの嫉妬が原因と、アメリカメディアは報道した。ブロードウェルがペトレイアスの周囲へ、匿名の嫌がらせメールを送りつけ、FBI が捜査を開始した。 同時に、ペトレアスがブロードウェルに送ったメールや見せたノートが、情報漏えいの可能性があることも判明する。2013年より、南カリフォルニア大学教授を務める。2017年にドナルド・トランプ政権が発足した際には、アメリカ合衆国国務長官の候補の一人であった。ありがとうございます。